音楽業界は、特に新曲のリリースに関しては、機密保持が最も重要な環境です。多くの場合、アーティストの新しい音楽が時期早々に一般に共有され、熱心なファンに対する驚きの要素が台無しになってしまいます。最近、シャイニーのキーが、エンターテインメントが新曲を漏洩した犯人を戦術的に追跡し、法的責任を問う方法についての企業秘密を暴露した。YouTube 番組サルクライの最新エピソードで、キーは特別ゲストとして招待され、番組司会者の井則奮をエンターテインメントの敷地内に案内しました。同社の A&R 部門内での興味深い議論の中で、キーはエンターテインメントが新曲の漏洩が発生した場合に、その背後にある犯人をどのように特定するかという業界秘密を明らかにしました。キー氏は、例えば、新しい音楽を聴いてもらうためにジャケットデザインチームが必要な場合がある。音楽ファイルを送信すると、10秒の時点でのみ認識されるノイズが埋め込まれます。デモトラックで、しかし、そのバージョンが漏洩した場合、それはそのチームが漏洩したことを意味します。さらに、放送局に送信するときは、25秒あたりに埋め込む。もしそれが漏洩した場合、漏洩したのは放送局だ、と続けた。この抜け目のない戦略を通じて、エンターテインメントは、最新の音楽を漏洩させた責任のある個人またはチームを正確に追跡できるとキー氏は説明しました。ファンや系の気分は、とてもクールだ。実に賢い。彼らはとても徹底している。と感心した。情報漏洩は問題だと思うが、ハッキングする人もいる。でも、彼らの徹底ぶりは素晴らしい。これは良い戦略だ。